より小さい大相撲を張る場所千秋楽24日エディオン・ヤリーナ大阪東前頭16枚目の遠藤33イコールいて風が3場所連続で5勝10敗と大きく負け越し来場所の重量陥落が濃厚となった御嶽海に押し出され4連勝締めとはならなかった16年夏場所から 約8年間守ってきた幕内からの陥落が現実味を帯びる状況は、自身も理解しているが12から14日目には3連勝するなど意地も見せた。これに、来場所につながるかと問われると、そうですね、と即答、幕内の座を守ることができなかったことを節目とした、現役引退の可能性はまるで見せなかった。さらに、負け越した、それだけです、と、淡々と話した。 実は15日間、隠していた怪我などがあったのでは、のといには、大笑いして、絶好調だった、と否定した。まあ、まずは休んで、いつも通り、重量からの再起を心に誓っている様子だった。